どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちらゼロ次元の創造主をバレンタインノアで周回していこうと思います。はい。でまあね、もう先に言っておきます、今回の編成ウラシュラ周回よりもはっきり言って美味しいです。1周 2.5 億弱の経験値がもらえて、さらにタイムがなんと13分後半で周回できます。でスタミナ効率もゼロ次元の方がいいし、何より報酬もうまくて、しかもね経験値効率も高いということで、もう今日は最強の、ゼロ次元のバレンタインドア編成紹介していこうと思います。もうこれ組めればランク上げしながら報酬も集めながらっていうとんでもない編成で、もう今日は実際にこちらの編成使ってね周回していこうと思います。編成こんな感じになります。はい。リーダーからです。リーダーシルビアです。スキブお邪魔隊、お邪魔目覚め体制に HP 強化プラスで、こちらウルトラディフラッシャー継承ですね。はい、デッカ武器継承です。で今回リーダーがシルビアで経験値 1.8 倍で、フレンド側が上杉で経験値 1.7 倍なんで、リダフレで3倍経験値漏れます。はい。でリューネです。 50% 以上強化上限解放 HP 強化プラスに、こちらリューネ武器継承ですね。はい。からのバレンタインノア、スキブ上限解放に D 武器継承でリダチェンジしていきます。バレンタインノアです。スキブ上限解放にオロチ武器継承ですね。はい。でからのこちらバレンタインノア、スキブ上限解放にラージャン武器継承です。はい。でラストをフレンド上杉がスキブ上限解放にピトー武器で覚醒4度目してもらえればなと思います。もうっていう感じの編成ですね。もうこれだけで、ゼロ次元を周回することができて、しかもランク上げ効率ウラシュラより圧倒的にいいです。なんでこれ組める人はもうはっきり言ってソロでこれやった方がいいっていうぐらい革命的な編成で、マジでこの編成だけでバレンタインノアを取る価値があるぐらいに強いです。なんで今日はこのバレンタインノアのリーダーシルビア、フレンド上杉のランク上げ編成を使ってゼロ次元周回していこうと思います。これ報酬集め兼ランク上げなんでね、実際に使っていきましょう。さあということで1階層からやっていこうと思います。いきましょう。まずは1階層です。はい。1階層とりあえずデッカーを打ちます。はい。デッカー打ってあげて、でからのリー打ってリダチェンしていきます。はい。でからのフレンドピトを打ってあげて、1コンボ2回組んでいきます。はい。でこれ耐久していきます。1コンボ2回組みましょう。はい。で1コンボ2回組んであげたらバレンタインドアずらしていきます。はい。でこれでワンパンしていきましょう。このまま倒していきます。はい。これでしっかりと6コンボ組んであげて、このまま突破していきます。突破です。OK。 さあ続きまして2階層です。2階層ですね。はい。ここはオロチ打ってあげて1コンボ3回組みます。はい。まず1コンボ、1コンボ、1コンボ組みます。はい。でからのノア打ってあげてずらしていきましょう。1コンボ3回からのノアずらしで、ノアずらしでまずは超根性まで削り、はい。でこれでまずは超根性まで削っていきます。でからのリューネ打ってあげて、リーダーのノア打ちます。はい。リューネからのノア打ってあげてずらしで突破していきましょう。リューネって5ターンダメージ半減持ってるんだもんね。ノアのヘイストループとめっちゃ相性いいな。これでしっかりとワンパンしていきます。突破です。はい。さあ続きまして3階層です。3階層は普通にバレンタインノア2発打って倒していくだけです。はい。ノア打ちましょう。とりあえずバレンタインノア打ってあげてずらしていきます。はい。でこれでしっかりとワンパンしていきます。13コンボ組んで倒していきましょう。突破です。あ、じゃあ半分まで削りです。はい。でからのノア打って2パンしていきます。はい。まあ、ちなみにこの編成は道中で配置が結構あるので、そういう配置だけは覚えていく必要がありますが、配置を覚えること以外立ち回りはそんな難しくはないので、配置さえ覚えてもらえれば敵キャラに合わせて行動していくだけなんで、かなり楽な編成ですね。はい。まあさすがに裏シュラみたいに脳周回は絶対にできませんけど、まあ、普通にほぼ頭使わずに周回できる編成ではあるかなと思います。配置を覚えたらね。はい。4階層ピトを打ちましょう。フレンドピトを打ちます。これで覚醒無効回復からの自動回復ループ再開でノア打ちます。はい。でヘイストしてワンパンしていきましょう。はい。これでダメージ吸収発動しながらしっかり13コンボ組んであげて、これで突破していきます。倒していきましょう。 OK。 リュウネめちゃくちゃ強いな、マジで。5階層です。
五階層はノアからの火の九個消しの配置していきます。はい、でまずこの五階層の配置がこの火を一番上に持っていくだけです。はい、これがまず五階層一発目の配置ですね。これも固定配置なんでこれ組む必要があります。はい、でまずこの固定配置で削ってあげて、でからのもう一発殴っていきましょう。ノア打ちます。はい、でノア打って今度水さん配置組んでいきます。水さん配置は水をね3個ずらすだけなんでこんな感じですね。はい、これでしっかりとコンボ稼ぎながら倒していきます。はい、11コンボでワンパンしていきましょう。突破です。こういう配置をね覚えていく必要があるっていう感じになります。6階層です。6階層リューネ使いましょう。リューネからのノア打ってあげて倒していきます。はい、リューネからのノア打ってあげてこれで倒していきましょう。ワンパンしていきます。はい、またこれで半減ループと吸収ループでしっかり倒していきます。さあ続きまして7階層です。7階層は普通にノア打ってワンパンするだけです。はい、はい、7階層はもうこのままノア打ってあげてずらしていけば OK です。これで倒していきましょう。ワンパンしていきます。はい、突破です。さあ続きまして8階層です。8階層ここはノア打って十字配置組んでいきます。こいつ来たら十字配置組みます。はい、これで水の十字プラス水の蝶つなぎ仕組んであげてワンパンしていきます。これでノアからの十字配置組んであげて長くらい見消してワンパンしていきましょう。さあ続きまして9階層です。9階層もしっかりとノア打ってワンパンしていきます。はい、ノア打ちます。でこれでずらしていきましょう。で14コンボ組んで突破していきます。はい、これでワンパンしていきます。突破です。さあ続きまして10階層です。ルシファーはまあ普通にノア打ってまずは削っていきます。オッケー、まずはノア打ってこれでずらし、オッケー、でからの盤面全消ししていきましょう。これでしっかり倒していきます。はい、でこれで突破していきます。はい、終わりです。倒しましょう。 OK。 さあ続きまして11階層です。ここはデッカーあるんでまずフレンドのピトを打ちましょう。ピトを打ってあげてリューネ打ってあげて、でからのデッカー打ってあげて、こんにちは、でからのノア打ちます。はい、でこれでしっかりと倒していきます。はい、でしっかりこれでワンパンしていきます。突破です。 OK。 さあ続きまして12階層です。こいつは十字配置組みます。長くらい消していきましょう。これはもうね配置を覚えておけば何ら難しくないので、これで13コンボ組んでワンパンしていきます。十字配置組んで突破です。ナイス。さあ続きまして13階層です。はい、ここはノア打って2パンしていきます。はい、紙結びだけ2パンなんですよね。紙結びがワンパンでこいつだけ2パンなんでまず一発からします。はい、
こいつ硬いから。 OK、 これでしっかりとまずは削ってあげてからノア打ちます。あ、別にでもね普通にツーパンできるんで大丈夫です。これでツーパンしていきましょう。はい、倒していきます。 OK、 突破していきましょう。さあ続きまして14階層です。14階層はまず1コンボ3回組みます。はい、1コンボ3回組みましょう。裏ゼロじゃないんだよ。はい、1コンボ3回。で必ずループ途切れないようにノア打ってあげて、で火1個ずらして火急攻撃配置組んでいきます。はい、これで火急攻撃配置してあげて殴り、 OK、 でからならそのは打ってあげて、これはずらしていきます。はい、でこのまましっかりワンパンしていきましょう。もうこれで完璧です。はい、火急激し配置でちょっと削ってあげてから、あとはこのまま2パンで倒していきましょう。 OK、 さあ続きまして15階層です。そう、表ゼロ次元だからね、そんな敵も硬くないんでね、しっかり倒せます。はい、まずここは初手ノア2回殴ります。はい、普通にまずノア打ってあげてずらし、 95% で 90% ってはノアずらして削っていきます。はい、まあ、ここら辺はめちゃめちゃ硬いんでこうやって削っていければ大丈夫です。なんせ上すぎと思うしかいないから、耐久値めちゃくちゃ低いんだな、やば。なのに周回できるってえぐいな。こういうもう圧倒的に編成コア能力で破壊してる編成って一番面白いよね、見てて。はい、でここもしっかりともう一発ノア打ってずらしましょう。オッケー、でからのリューネからのノア打ってあげてもう一発削っていきます。はい、リューネ打ちます。はい、でからのノア打ってあげてもう一発削っていきましょう。これでずらしていきます。はい、オッケー、このまましっかりと枝物を作りながら18コンボかな組んであげて、これでもう一発削っていきます。ナイス。でピトを打ちましょう。フレンドピトを打ってあげてノア打ちます。はい、オッケー、これずらしていきます。15階層水3配置本当は必要なんですけど忘れてたんだけど、まあ枝豆ね1個あったんで大丈夫。はい、でこれで倒していきます。ラストものは打ってここ15階層は倒していきましょう。 OK、 じゃあこれずらしてあげて15階層突破です。はい、しっかりとこれでワンパンしていきましょう。すごいなこの編成、マジすごいな、この編成やばいな、完璧な編成だね。はい、ということで16階層です。16階層はまずノア打って削っていきましょう。はい、ノア打ちます。ここまで完璧な編成だとちょっと怖いね、もはや。はい、まずノア打って削っていきましょう。でまず一発削りです。はい、まあさすがにねビッグバン硬いんでね、そんな余裕で削れたりはできません。もうひたすらノア打って削っていきます。はい、まずこれで一発削り。こういうなんていうの、通常ダンジョンにおけるノアってめっちゃ強いな。火力一生完成するからさ、そういうところ一番強いのノア本当に。でここもう一発ずらしていきます。はい、 OK、 これで17コンボ18コンボ16コンボか16コンボ組んでずらし、 OK、 そしたらここでノアからのデッカーを打ちましょう。でこれで激減発動してあげてずらしていきます。はい、もうこれで完璧ですね。ノアからのデッカーを打ってあげて激減スキル発動です。もうこれで HP カチカチにしてあげて半分まで持っていきます。はい、でノア打ってあげてずらしていきましょう。高速でずらせ、いけ、 OK、 これでしっかりともう一回削っていきます。
で、ここからはもうデッキから激減やるから大丈夫です。はい、しっかり耐久できます。で、ノア打ちましょう。で、この次まで激減スキルがあるので、もうこいつはね確実に倒しきれます。はい、 OK。 で、ここの攻撃も激減とピトーの回復で受けてあげて、はい、じゃあラスト倒していきましょう。まあ、ちなみに万が一ここで倒しきれなかった場合、こいつなんかあの発狂準備に入るだけなんで攻撃してこないんですよね。だからもしミリ残ししても大丈夫やし、まあ、多分3パンスでもこの削りは、はい、これで倒していきましょう。まあ、っていう感じの編成でした。いかがでしょうか。配置とかはね、もちろん多少はありますが、とはいってもバレンタインのはずらしてるだけで、ゼロ次元をリーダーシルビア、フレンド上杉で周回できてしまうっていうのが、まあ、結構狂気的な編成になってると思います。で、まあ結構ね、こんなね楽に周回できるにもかかわらず、皆さん報酬ご覧ください。はい、もうすごくない、これ2億5700万。あー、ちょ、これやばくない、みんな。これ1周ずらすだけで 2.57 億経験値にプラスポイント2972、コインも10億もらえて、さらには経験値ドラゴンのね3体とダイヤドラゴン2ジピ2体みたいな、バカうまくない。こんなはっきり言っても裏シュラ回る必要なくなるでしょっていうぐらい美味しくて、まあ、タイムもね、まあ、慣れてなくても13分後半では周回できると思いますし、まあ、慣れてくれば多分12分台も一応目指せるのかなと思います。まあ、っていう感じの編成でした。もうマジで理想的に早い上に報酬も美味しくて完璧な編成なんで、まあ、ぜひ組める人はね使ってみていただければなと思います。ということで今回ですね、ウイローさんのゼロ次元周回編成を使ってランク上げする動画でした。チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。